はい、ということで、今回のスポンサーはなんと Amazon Music。 アンリミッです下の概要欄の方から行ってもらってクリックしてもらうとなんと30日間無料お試しキャンペーンができます amazon ミュージカルリックアニメっすごくて9000万曲ありオフラインでも再生できて広告もないんですよしかもねゴールデンラッシュポッドキャストこのポッドキャストがなんとアマゾンミュージックにあるのでそこから、ね、音声だけでも楽しめるというね優れもの下の概要欄からクリックしてもらえば30日間0円でお試しキャンペーンチェックしてみてくださいなのでエピソードの方に戻りましょうレッツゴー 席が隣だった友達でも前日まではめちゃくちゃ楽しく話してたのに、うん、次の日になったら自殺しててそれがまあまあはいってことで今回の「ゴールデンラッシュポッドキャスト」のゲストは北海道札幌市出身の若手ラッパーの彼。 陰の硬さと、リアルなバースが売りの、ジェフギャラギくんです。お願いしますお願いしまーす。お願いします。ついに来ちゃったっすね。ついに来ちゃったっすね。ついに来ちゃったっすね。はい。なんと、しかも今回ね、あの、初めてなんですけど、好ホースト。 ノリが来てくれてます。よろしくお願いします。しくおと申します。Yes, sir. まあ、ずっと昔からね、幼なじみで、今回ね、これからのね、ゴールデンウィポッドキャストの好放送としてもね、たびたび出ると思うんで、ぜひぜひ、チェックしてくれたなと思います。ありがとうございます。よろしくお願いします。ちょっとサポートとしてね、役割もね、今回、3人初めてなんですよ。マジっすかそうです。スペシャルでスペシャルです。いいですか、そんなスペシャルですよジェフだから、やっぱ札幌をリプレゼントしなきゃいけないから。 間違いないですね。お願いします。ということであの、ジェフ、札幌出身のラッパーなんで、ちょっとさ、俺がジェフを見つけたきっかけ、ちょっと話いいあ、いいですいいですなんか、ストーリーで、ジェフの曲が流れてきたんよ。で、俺の子、こういう人いるんだなみたいな、なんかその時俺若手俺、若手の札幌のラッパーを探してて、はいはい、なんか、美濃の人とつながりたいなっていうのがあって、見て、はいはい、聞いたのさ。 で、Once Again 2.0. あ,、はいはい、あれ聞いて、え、やばーみたいな。<laughs> えー、え、こいつやっ、聞いことある。<laughs>

違うっすね。違うっしょ。いや、マジで違うっすね。それが俺的にはすごい、なんかいいなと思って、メッセージさせてもらって、会って、っていうね、流れだたんだけど、それいつあったかな去年違う、今年入ってからだっけ今年の、俺がアルバムをリリースして、2月とかっすね。二月とか。2月っす。今年の2月。そうだね。アルバムが2点 ?2 月12に。2月12にったさ。そう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 、2.0だっけ ?20 だっけ ジェフ20。ジェフ20。ジェフ20。このアルバムめっちゃいいんだね。まだそうです。そうです。チェックしてると、シングルとかもアルバムも全部2022年に出してて、結構力入れて出してるなっていうのもあって、やっぱ勢いが来てるっていうのも伝わります。ねそそうう伝わるよよなのそうだよね。今年的に本格。 いや本当にそうっすね、うん、なんかもうぶっ飛ばしてやろうと思って<ー> <laughs> 今年からガン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 やってましてた曲聞いてだいぶ食らってるから俺らは <laughs> そう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 いやそれでなんかそのね今回はちょっとまあ上田谷さんっていう場所借りてやってるんだけど、うん、なんかその 俺的にはさあの、一緒にミュージックビデオも撮ったよ。ラストレター、ああちょっとちょもう入っちゃっていいか、そこれまあ、そうっすね。撮ったんですよ、ミュージックビデオ。でも、う公開されてると思うんだよね。この本編が公開されるちょっと前に公開したんで、もう見てくれてない方はぜひ見てほしいんだけど、今回のねチェックチェックだね <Yes. S 2> 今回のミュージックビデオ撮ったんですけど、s <S そのラストレター、これ、俺的にはすごい特別な曲で、多分ジェフにとっても特別な曲だと思うんだけど。 曲のバックグラウンドちょっと話してもらってみる本当にラストレターっていうのは、うん、まあこれはもう公にしてないですけどジェフ・トゥエンティーのリード曲にもなってるんですよ俺的にはリード曲で、うん、やっぱラストレターやっぱ一番のジェフ・トゥエンティっていうコンセプト二十、うん、なんで二十歳っていう節目で アルバムを出そうとしたんですけど俺の10代の生き様すべて込めてやろうと思って、うん、でその10代の中で一番衝撃だったのがやっぱ友人の死だったんでやっぱりそれをリード曲にしたっすねいやあれは本当びっくりして、うん、確か高校2年生高校2年生, 2> 高校2年生の冬に関が隣だった友達でも前日まではめちゃくちゃ楽しく話してたのに、うん 次の日になったら自殺しててそれが、まあ、まあ原因何か分かんないんですけどそう原因がまだ分かんない,はい、はい、分かんないんですだろう最初は悲しみよりも驚きがか,かってなんでって うわーと思ってもうそこからが涙が止まんないしなんかもっと言ってやれたんじゃないかなみたいなもっと何かできたんじゃないかなってことでまあその時はラップしてなかったんでその時はヘッズだったんですよあそうなんだでもラップしたいなとは思っててでもなんかまあちょっと恥ずかしいという気持ちはあったんですけどまあ高校卒業のタイミングでラップ始めて実はあの曲は 2020年とか、ね、?20 年です高校卒業したタイミングでまず書いたリリックがあれなんですよねへえそうなんだ、はい、はいはいはいマジでまあ本当にまあその時はビートメーカーとも全然人脈もないから、うん、YouTube でフリートラック探して、うん、書いて友達に聞かせて「めっちゃいいね」って言われてうん、うん、でなんかまああれを作った コンセプトとしては人って2回死ぬって言われてて聞いたことあります聞いたことあるかもしれない二回死ぬって言われてま,あまずは肉体的にこの世からいなくなっちゃうってことなんですけど2回目は人の記憶から消えちゃうそんなことはさせてはならないと思うやっぱりなんか俺はすげえ仲良かった友達だから絶対忘れられないしでもやっぱ12回しか話したことない友達とかは その当日はすごい悲しんでたんですけど次の日にはもう元気に笑ってたりしていやみんなからの記憶は消しちゃだめだなっていう大事な友人をなんで作りましたねラストレター最後の手紙はいはいはいそういうことだねえその友人が亡くなった時その友人とはすごい仲良かった仲良かったっすねああんかクラス一緒になったのが高校2年生クラス替えのタイミングでクラス一緒になってね でもクラス替えで教室入ってでもう初めて会ったのがそいつなんですよその時も席隣だったんですよあ<ー>で地元俺宮野沢、うん、実家住んでるんですけどその人も宮野沢で帰り道も一緒だしよく一緒でチャリに帰ってたりして<ー>、うん、結構、まあ、俺的には仲良かったですあっちからしたら分かんないですけど、はい、いやでも仲いいんじゃない <laughs> それはね、うん でまあ、曲作るのもあっちからしたらめちゃくちゃおせっかいかもしれないんですけど、まあ、それも最初にリリック書いてるんですよでもそれでもやっぱ俺にできることはもうラップしかないし残せるのは言葉しかないと思って作りましたいやでもその自殺っていうのがやっぱ結構日本では。 結構やばい問題というか。いや間違いないですね。うん、先進国の中でも結構ね、トップに入るぐらい。うすね、どうなんだろうね、うん。大体、まあ、もう本当に一番、二番、三番ぐらい。うんうん、まあ、日本はやっぱ自殺する。あの、まあ、多分一位が韓国で、二位が多分日本だと思うんですよ、ね。なるほどね。うん。そうだよね。 ああまあよくあるっていうか自分ももともと小樽に住んだ時にもやっぱ本当に帰り道とか本当に人身事故で地下鉄が止まったりとかしょっちゅうあるみたいなあるよねそうですねその当日も人身事故っていうニュースが流れてきてそれがまさか俺の友達っていう、うん、あ衝撃はあったっ、うん、えその時はその友達が亡くなったって知らずにニュースを見て「はい、あ人身事故があるんだ」って感じだったの、えっと、そのそ日の その日は休んでたんですよ、ただの風邪で休みだなと思ってて、昼休みの段階で誰か、友達が、今日ハッサムで人身事故あって、もしかしたらあいつかもしれないっていうのを言ってて、いや、まさかなと、もう誰も信じないです、急にね、全然前日まで悲しんでる顔もしてないし、まさかなと思って、でもなんか、さすがに心配だから、学校帰って、LINE とか電話しても。 音沙汰なしさすがにちょっとやばいなと思って、うんまあ、まさかなとうん、うん、思ったら次の日朝全校集会、はい、校長から告げられたっすうんマジえげえよな、はい、いリリックでもその話してるもんねそうそうそう,そうもうそのまま書いたっすそれはいやーなかなか周りでそういうのがないから でも何かも多いよねなその前日までは全然平気だったっていうのがそうだねやっぱ本当に分からない見えないやっぱ内面事情っていうのが確かにうん何考えてるかは全然分かんないかんないよねでもね自殺とか考えたことあるお二人はうんちょっとダークな話になっちゃうけどあるっすよ俺あるやっぱそれはどういうタイミングだったの なんだろうないやでも、これっていう理由はないです、とふとした瞬間に、夜、<ー>孤独を感じて、うん、このまま俺、死んだらどうなるんだろうみたいな、うん、っていうのは思ったことあるっす、す<ー>ただやっぱ、死ねないですよね。なかなかね、<laughs> 勇気が必要だと思うんですよね。その友達も まあ聞いた話その事故は JR に突っ込んだらしくて、うん、<laughs> JR だった JR だったはいはい、はい、まあだから離陸にも踏切で手合わせることしかできないとか言ってるんですけど、うんうん、で俺、まあ、実際踏切に行って電車を見たんですけど、うんはい、あんなの飛び込めないですまあそうだよね生ら早いもんね本当にいや,やっぱり重機が必要っていうのもあるんですけどそうね いやででもそれでさ今回の『ミュージックビデオ』とかもさ、はい、やっぱ俺的にはやっぱその踏み切りっていうリリックがあったから、はい、そこはどうしても入れたいなっていうのはあったんで,、うん、でやっぱラストレターっていう、はい、なんかその題名だったじゃん、はい、でやっぱそれもなんか亡くなった友人に向けての手紙っていうそういうコンセプトだったから、はい、なんかそれを。 なんかうまく落とし込みたいなっていうのも俺の中でもあったし、はい、JF にとっても大切な物語だなと思ったし、で、俺的にはこのやっぱストーリーだなと思ったんだよね、うん、このミュージックビデオ自体は、うんで。パフォーマンスビデオとか多いやん、ただパフォーマンスするみたいな。<ー>それは結構かっこいいんだけど、<ー>なんかやっぱこういう、なんだろうな、エモーショナルなものってやっぱストーリーがあった方がいいなっていうのがあって、俺的にはその、あの13 Reasons Why っていうネットフリックスのショー。ちょっと見た。ちょっと、ねそう、そのドラマはなんかその、 自殺した女の子がその自殺した女の子の原因となった人たちにカセットテープにそのストーリーを載せて送るっていうあのドラマなんだよね。でそれを俺的にはそのコンセプトをもらってじゃあジェフがその亡くなった友達へのラストレーターをじゃあカセットテープにして踏み切に備えようっていうなんかそういうストーリーラインを。

<laughs> うん、いやでも、そうなんかめっちゃいいミュージックビデオだったからなんかぜひみんなに見てほしいんだけどそう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 ,そういやーでもまあそうそうのうあったしねまあこのミュージックうそ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 うしかも暑かったっすね暑かったねあの時暑かったよねめちゃくちゃ暑くてそうだそうだめちゃくちゃ体力消耗されてもう最後には言葉出ず <laughs> そうね最後あじゃあ分かります <laughs> じゃって言っ12時間ぐらい13時間ぐらい撮影しちゃうんでそうっすねマジで。 朝9時から終わったのが夜11時。11時とかだよね。じゃあ14時間だ。わー、ブラックだったね。いや、でも全然楽しかった。楽しかった。よかったよかった。これ的にもすごい今まで作った中でも結構トップで好きなぐらい、なんか結構さ、ジェフもさ、俺に任せてくれたやん。か 俺のこののこクリエイティブなものをやりたいと思ってはい、はい、すごい現場とかもそのもう一人アシスタントでカメラマンもいたんだけどまあ3人でねいろんなとこ回って撮ったんだけど結構その俺的にもいろんなクリエイティブなことできたなって思ってたしで気もすごいなんか俺がやりたいそのストーリーとかそういうのが入っててすごい俺は。 いや、本当に任せて正解だったな。あ、じゃ、すか、完成して思いました。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。お願いします。そっか、え、じゃ、ちょっと、他の、あの、ちょっと、曲にも移りたいんだけど。今回の、アルバム、出たや。はい。その中で、他に、なんか。自分の、お気にの曲が、ただ、あったりする。ああ、いや、もう、基本的に、全部、お気に入り。あ、まあ、そうだよね。それゃ、そうだわ。全部、気に入ってるんですけど。 まあやっぱ評判いい、Once Again と。Once Again。Once Again あのリリック今聴いてて、うん、今書けって言われても、あれはちょっと書けないっすね。<laughs> うん <laughs> あの時時すげえなああののリリック、結構いいよね。結構攻撃的やん。今のラップ業界に向けたメッセージ。ちょっとその話をしたくて。話したいことあると思うんだけどモデルの前座なんてやるわけねえじゃんみたいな。このリリックについて俺は聞きたくて何なんだろうかなと思って俺気になってたらすごい。2年前か、それこそ2年前ライブをし始めたとまに一軒のライブのオファーが来て。 それの話が「なんかゼップ札幌でやるんでぜひ出てくれませんかって話が来たんですけどまあちょっと詳細聞いてお願いしますって感じでまあ聞いたんですけどその内容がまあモデルメインのイベントでそれの前座でライブをしてくれっていう話だったんですよでその条件がまあ前座だけならまだいいんですけどその条件が。 チケットノルマ15枚。ほい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 。1枚4000円。<laughs> <laughs> で、ライブ時間3分。おお<ー>。3<分>マジはい。マジで ?3 分でノルマ15枚4000円を。しかも、絶服、うん、客入れ無観客でやるってなって。<ー>生配信のチケット4000円買えって。<laughs> <laughs> わお。新しいっすね。<laughs> は はって思って <laughs> それは <laughs> はってなるわ。その話聞いたとき、な、うん、めてんなと <laughs> マジでなめてんなと思って。<laughs> すごくね、それ。ガチで。でも、うん、他。 のアーティストの人は、まあ歌手とか、弾き語りの人が結構出てる。結構出てますよみたいなこと言われたんで、ラッパなめになってます。3分でライブは完成しない。そうだね。確かに。ショットライブっすよ。でしかも4000円のもの15枚って4万5000円売れてことでしょ。そうですよ。え、そうだよ、4万5000円とかじゃないか。6万か。え、待って。4000六万。6万だ。 無理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 しかもそのモデルもまあ言っちゃ悪いっすそんそんな別に売れてるモデルとかなかったんだそんな売れてるあもうモデルも夢を追っかけてる途中の人あそういう系なんだ最近始めたモデルの人の舞台って感じでああもうそれに養分にされそうですそうだよねただそれはもうそうだよね確かに売れなかったら自腹なんでえぐ ノルマってそうなのノルマはイベントにもよると思うんですけど十五枚例えば15枚あったとして3枚売れたとするじゃないですか残り12枚分の料金は自腹えぐいっすよそれはえぐいねだからもうその時ちょっと切れちゃったっすねな何すかその話みたいなそうなるわそれはそうなるわ 出てきたっすね <laughs> モデルの全然やるわけねえじゃん。何の話だったのかなと思って、<laughs> 俺すげえ気になってただよ、そこが。そういう話があったそなるほどねそれはちょっととんでも話だね。いや、でも、えワンサゲンでお金気に入っているバースがあったりする。これは俺の気に入っているバースなんだけど。はい,はいはい。ワンサもゲンかいやもう全部 俺は納得いってるんですよ、ね、<ー>全体的にでもやっぱその中でもやっぱ最後に俺結構かっこいいことっていうかパンチライン残したいので2はい、はい、ツーバース目のパーティーするよりもまずはメイケンその後にこそ輝くステージーこれは俺の中のなんか考えでもあってまあ本当にただライブしてても何も変わらねえなっていの、うん、ただパーティーしてても 上上にはがれねえなっっって思ちゃただからまずは制作メイキングやべえ曲を作ってからこそ輝くステージがあるんじゃないかなめっちゃいいだからあんまりパーティーには遊びに行かない遊びに行かないでしょ行かないですからクラブとか行く行かないよね行かないんですよ

まあ別に遊びたいわけでもないし、なんか幾つメリットがないとか。なるほどね。フォーカスですね。フォーカスしてる。夜中ちょっとジム行きたいっすよ。そうやね。あれなんだっけ、スイートパレッキ。あ、スイートパレって言ってるね。それも基本ですね。ガチで。え、結構ジム行くの？マジで行ってるっすね。最近なんか収録、収 <laughs> いいっすね、でもやっぱ体をこう整えるとやっぱメンタルもいいって言いますしすす、ね、結構ジムバカにされるんですけど、ね、マジで精神的にも肉体的にも安定するんですよ、うん、うそうだよね、はい、単調も崩さないし、はい、気持ちのリフレッシュもできるし、はい、マジでサイコス最高コす最高コすそうだよね俺もちょっとジム行きたいなって話を ノリとかもしてんねんけど、俺たち話だけして、行かないよ一緒に行かないんだけど、ああ、でも俺ちょっと俺たちもちょっとね学んで、行こう行こうマジで。てか俺、胸を鍛えたくて、そそそううう。俺、彼に言われるんだよね、なんか胸鍛えたらもっとかっこよくなるのにみたいな、わあみたいな、シェイみたいな、でもそうじゃん。 ででも胸だだけいいんとりあえず胸だけでいいらしくてとりあえずそこからみたいな全部だったと思うんだけど胸が俺的に着ててんだけどでもやっぱ本当自分の体がこう肥大化というかムキムキになっていくことでも自信つくしそうだよねでんかまあこれちょっと小話なんですけど俺いつもジム行く時コイス入って自分の鏡見て着替えるんですけど あれこの前よりちょっとでかくなったなって言ったらもう元気出るですもんね。<laughs> ね <laughs> 落ち込んでる時とか言ったらもうそれで元気出るんで <laughs> い,い,いいそれ <laughs> そういうの重要結構みんなヒップホップとか、はい、曲聴いて救われて、うん、ヒップホップに救われたとか言ってる人いるんですけど、うん、俺は筋肉に救われてる <laughs> いいねいいね <laughs> 俺も救われて。<laughs> マジそれそれいいでえってかさ俺めっちゃ個人的な話になっちゃうんだけど胸を鍛えるルーティンとかんかさいい感じに胸を鍛える方法とかない結構俺やってるトレーニング正しいかどうか分かんないですけど友達から教えてもらったやつなんですけどやっぱベンチプレスやっぱベンチプレスかが一番いいやっぱベンチプレスってっても最初は本当やり方とかあるんでそうでしょ慣れるまでちょっと難しいれないやっぱ 人ついてもらわないと危ないですねやっぱジムバディみたいな方がいた方がいいのかなああそれか向こうで友達えいつもは一人行ってるいつも一人っすあ人行っはいでもまあ通い始めは友達と行ってましたあそうなんだそっかそっかそっか今じゃあジムの友達かもいるみたいな感じいるっすけどまあ時間帯合えば話したり一緒にやったりとかなんですけど基本一人っすねへえ あそっかベンチプレーですか,なんかジムってやっぱ自分とこう向き合うみたいな時間でもあるからなんかもう自分も昔行ってた時はやった本当は自分の,そのまあ弱い自分だったりとかそこを鍛えてそこをこう自分の弱みを強みに変えたらなんかその平均が上がるっていうかやっぱそうっすよねやっぱコツコツやって自信をいい自信しかつけかていく。 すぐ結果に出なかったとかするからさ。そうなんですよね。筋トレ効果で始めるの本当半年後とかな。半年後なのか。うわ。半年後す。半年だ。それはやったら夏ぐらいに間に合うんじゃないですか。確かに。ギリギリでギリギリそうだよね。来年に受けて。それはありだね。確かに確かに。続っすよね。継続だよね。本当何事も継続だと思う。だから継続ってめっちゃ重要だと思うジです間違いないそう。何よりも継続だと思って筋トレに通じて話したと思うんだけど、俺とかもこの ポッドキャストをやり始めて TikTok 投稿し始めて継続の重要さと難しさを知ってやっぱ継続的な人が多いと思うよねはいそこじゃないあのしらまあ事務の話になっちゃいますけど1年間事務を通い続ける人って0.3割って言われてるんですよ0.3割1年続かないですよみんな0.3割って言われてる0.3割ってどのぐらい3%ってことじゃあ0.3だから0でしょ1%にもなってないってことでも1割が10%でしょそうそうそう 分かるか言った分かるか言った分かるか言った1割だと1割だと10%で0.3%ってことは3%で100人行き始めたら3人しか続かないです自分今2年目なんですけど1年前にいた人誰も見当たらないですそういうもんなのかだからその中の3%ですからエラバレーシですね継続してほしいですねでも 1年続くとやっぱ続いちゃうらしいです、もう楽しくなっちゃって一旦1年続ければいいんだ。もうはまっちゃうんで、なるほどねはまりますね。そうか、そうか、そうか楽しいんすよ。いや、そだろうね。いや、なんか俺もできるようになったら楽しいと思うんだけど、なんかその、慣れてない時はさ、もうただつらいだけじゃん。ああ、まあ間違いない。俺もっと筋トレやろうとして、家で筋トレとかもするんだけど、やっぱ続かねえよな。最初の3日間とか、俺めっちゃ調子ええってい感じだけど、そっから続かなくなって、ああ、みたいな。そう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 。まあでもまあ。 継続は力ないですね。継続す継続す。そうかそうか。筋トレいいな。いいっすね。はい。そうかそうか。ちょっと話変わっちゃうんだけど、なんかあのジェフのジェフヤラけの名前の由来とか、あー聞きたいなと思って。これあんま話したことないです。あマジ？はいはいはい。ぜひ聞きたいです。ジェフまずジェフなんですけど、ジェフザキラーってわかります？ん？ジェフザキラーってわかる？ジェフザキラー。ジェフザキラーっていうのはなんか顔面蒼白で目と口が裂けてるバケモなんですけど。へー。 でなんか俺はそれたまたま目にしてそれについて調べた時にで目と口が裂けてる理由をまず検索したすそれはなんか自身がまあ自分が眠らないようにするために自分で切り裂いたらしいんですよ。俺なんかいい捉え方をしちゃってなんかスタンスかっけえなって思っちゃってなんかその寝てられない。 上に上がるためには休んでられないから自分の口を割いてそのスタンスマジでかっけえなってなってでも俺殺人鬼じゃないんでジェフだけもらいました、はい、なるほどね、はい、えジェフザキラーは殺人鬼なんだそうなんですよ殺人どっか国のどっか違う国のってことなあ、ね、まあ自分もそこまで詳しく分かんないですけどそういうバケモ物がい,てそうい,ういたんだ ったんだ、はい、もう寝てられねえなってな <laughs> 休んでられねえ暑 <laughs> い暑、はい、いねとこまでもうそうですらきの方は何だ <laughs> イエらきはもともとジェフでやってたんですよあそういうこジェフだけでやってて、えー、でもどっかの段階でジェフって検索しても全然自分ヒットしないですよね、うん、だからなんかやっぱ唯一無二の名前が欲しいなってなって、うん、そうね でも俺本名高弘って言うんですけど、まあ昔からタカタカって言われてて。でもタカだから、まあ俺らしいタカで、そのタカギリシャ語でタカイエラキ、それをつけた。え、そうなのタカってイエラキなのイエラキなえ、やばえ、そうなんだジェフイエラキで一発目で自分するですね。ああ、昨日。SEO です、皆さん。サーチエンジンオプティマイゼーション。これ重要。これは何にでも言えるんだけど。そうじゃない アーティストとかでさ、他の人と同じようなアーティストの人結構多いと思うんだけど、俺、それ一番やっちゃいけないかと思ってて、やっぱそのアーティストとして目立たなきゃいけないから、やっぱね、検索したときにヒットしなきゃいけないじゃん。だから俺、そのマインドトってすごい正しいなと思って、絶対そう。間違いない、友達にも言われてて、いや、ジェフって検索しても出てこないよ。あ、そっかそっか。じゃあ変えるよ。俺だけの名前作るよって言って、ジェフ・エロキになったの、いつぐらいなのジェフ・キはそそれこ 今年ですね、去年まではジェフでやってたんで、そうなんだ、じゃあ今回、こうやって今、本格的に最近、ノルトも話したけど、その本格的に2022年について、こうやってばばばーって出してみたタイミングで、よし、ジェフやる気やろう、そうですね、アルバム出すタイミングで、そっか、バンと。え、ちなみさんアルバム出す前にさ、シングルあったの、出してたシングルじゃなくて、MV だけは先行で1曲出して、あ、そうだよね、それは MV で出したんだ、早いシンとかじゃなくて。 なるほどねあ、そういうスタラルさんですね、うん。はいはいはい。なるほどなるほど。ほどはい。ってことで皆さん、途中なんですけども、現在、ゴールデンラッシュポッドキャストはね、スポンサー、どん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 募集中です。例えば、食べ物屋さんだったらね、ゲストのみんなと食べてみる。それを、まあね、一つねあの、ポッドキャストの途中で出したりとか、まあ、服だったらね、あの出演中に来たりとか、まあ、いろんなね、あのことができると思うんで、ぜひぜひね、スポンサーしたいよとか、このチャンネル、サポートしたいよっていう人がいれば、連絡してほしいと思います。下の方にね、自分のインスタグラムのリンクも貼っておくんで、そこからメッセージ いただけるかまあ E メールかあの何でもいいのでねぜひぜひメッセージくれればなと思いますスポンサー大募集中ですぜひぜひ連絡お願いしますじゃあプログラムに戻りましょうレッツゴーこれからはさあのもうアルバム一本目出したわけじゃんここからアルバムとかも出す予定だしシングルとかもはい、はい、どういうふうな動き方していきたいなみたいなったりするの今まで俺自分100円とか呼んだことないんですよああそっかアルバムも100円なしで全部やって、うん これからは、客演とか呼びたいっす。ああ、客演ね。え、ちなみに。ちなみにっいいんだけど。なんか客演でやってみたいアーティストいたりするの。いや、本当個人的に好きなアーティストがいて。トラウマさんっていう。ああ、俺も好き。トラウマ。それもいいよね。はい。曲聞いて、バチクソ食らって。初めて、俺。あ、この人とやりてえってなった。はい、はい、はい、はい。なんで。 オフシャダウトトラウマさん見てますか見てくださいチェックしてくださいえでもトラウマもんかすごいあれじゃない独特だよね雰囲気なんかミュージックビデオとか見ててもなんか意味を意味があるんじゃないかなみたいな深く考えちゃうっていうか深く考えさせられるっていうかねそこで意味がなかったっつったらちょっとがっかりだけどでもなんか深そう深そうだよね話してみたら面白そうと思うねえ ジェフとかもなんか結構、そのさ今の業界とかとすげえ違うと思うんだよね。わかかるなん若い子とかさパーティーしながら稼ぐぜ俺たち、みたいなこれはねヘイトとかじゃないよそれもいいと思うんだけどある意味、音楽も遊びだからと思うんだけどいろんなスタンスがあると思っててそれについて思うことだったりしないの今の業界についていや、本当ななんだろう本当にクラブ行ってる人をディスるわけでもないし。 なんか女の子の手よりダンベル握れてとか思ってることないし <laughs> <laughs> そんなこと思ってないし <laughs> 本当にみんなそれぞれ個性があっていいと思うんですけどやっぱ唯一無二は保ちたいっすよねまあそうだよねはいやっぱ他と違うことを常にしてたいっすだからやっぱ変わり者って言われるっすね<ー>理解されないことが多いかもしれないう<ー>そうだよね <はい S 1> 俺だってジェフと話してたとかジェフの人となりをある程度知り始めてからやっぱ他のラッパーと全然違えなみたいなのはすげえ思ってて<ー>はい なんかそれだけでなんかもういいなと思うそれだけでめっちゃいいなと思からかすごい努力家だなみたいな、ね、本当に自分に本当にそれをこう自分に取りかけてるし、うん、自分にそれであの目標に対して、うん、あの頑張っているところ姿だったりとか、うん、本当にあの絶対そうじゃないですか。まず自分から、うん じゃないとインプットしない限りアウトプットもできないしそれができてるなってだからメッセージ性も伝わるしビデオ見た時も俺もくらったしやっぱ一つ俺曲の中で好きな曲があってコンフリクトっていう最近シングルで出したリリックでもやめたいけれども続けたいみたいな本当にそういう気持ちと戦ってるっていうのをすごい感じたんですよ。そこ俺ににも結構気入ってる それは何ラップやめたいけどとかってこと何だろうな夢を、まあうん、好きで始めたのに、はい、なんか苦しんでる矛盾というかわかりますかわかるわかるめっちゃわかるか好きで始めたのに全然なんか楽しくなくなっちゃう時とか夢追っかけてんのに夢に苦しめられるというかはい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 けど 諦められない諦めたいけどやめられないそこでコンフリクトしててそのコンフリクトだねはいなるほどね俺すげえめっちゃわかるっすわわかりますえでもわかるでしょいや俺もアイゼック見てるからやっぱアイゼックがねここまでやってきたのもすごいけれどもその努力はみんな見えてないからでも本当に努力してるところを見てて本当に大変な思いも やっぱ全部一人でやってて今は本当に仲間がいてっていうことだけれどもでも、やっぱ全部自分で背負ってチームだったりみんなを食わせていかないといけないしとかやっぱそういうことですよね自分を応援してくれる人たちだったりとかをいや間違いない当に家族、仲間俺に期待してくれてる人も裏切るわけにいかないし本当に好きでやってるんでやっぱりラップが好きなんでやめられないです諦めたくないですね。 ちなみにさ、はい、なんかちょっとこれはあれかもしれないけどさ、はい、俺とかもこのポッドキャストとかやったりとかさ、いろいろやってる中でさ、やっぱそういう気持ちになってることあるよ。好きでやったりとかさ、うん、こうやるって決めてやってんだけど、きつくなってくるとかさ、なんか俺的には結構周りのプレッシャーとかが結構大きかったりとか、あとはその手伝ってくれてる、それこそカメラの上に、後ろにいる弟、ノリもそうだし、あの俺の彼女とかもずっとサポートしてくれてるしっていう、そのプレッシャーが俺的にはすごい、なんかあれなんだけど、それでなんか、 あーみたいなきついっていう時があるんだけどでも彼のために頑張りたいし力にもなるしそれでプレッシャーで苦しめられる時もあるしみたいなどこにこうジェフ的にはこう苦しいポイントみたいなあったりするやっぱ結果が出ないことっすねう思うように結果が出ないことっすはい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 、はい、んなんでだろうってう、はい、やっぱまだ自分の実力が足りないのかなとか思っちゃったりするっすねそそっかそっかか、はい 結果だ思うように結果が出ない、うん、はいはい、はい、旦挫折しそうになるいは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 いういはうはい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 ういは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 いういは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 とはい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 はとはい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 っいは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 はい あんんま気にしたくないんですけどそこはね一番気にしづらいところだけど、ねはい、でもなんか自分がこう思ってたのが、うん、なんかやっぱいいものはいい絶対に、うん、そうだねでいいものはやっぱ絶対いいとしてそれ残るからなんか本当になんか あのジェフの,その曲とかって、本当に時代が後押ししてくれるような、メッセージ性がこもっていることに、俺はやっぱ感じたんで、うん、なんかもっともっと本当にやっぱ人にも聞いてほしいですし、うん、やっぱみんながその共感できるところもポイントがたくさんあるんじゃないかなとか、やっぱ今、自分の夢を追っかけて、それが諦めそうになっている人だって、たくさんいると思うんですよ。多いと思います、うん でもそれでも俺はやり続けないといけない、うん、やりたいんだっていうその気持ちがかっこいいなって思いました。このやり続けようと思った時にとかやっぱ多分下がる時とかあると思うんだけど、はい、そういう時ってどういうふうにこういうなんかくじけそうって思った時ってどう,どうやってそれと対処してやってる やっぱり地元の友達のの応援ですね地元の頑張れ地元の友達の頑張れが何よりも勝てっすね、うん、バネっていうかはい、はい、地元のやべえが俺のバネって感じでやっぱなんかその関係者とか、うん、こうライブでお客さんとかにも良かったって言われるのはすげえ嬉しいんですけどやっぱ何よりも嬉しいのが。 友達に言われること、身近な友達に褒められることが一番嬉しいです。それで頑張ろうってなるし、いいね。それさ、例えばさ、なんか、なんていうの、やっぱ周りとかは結構理解してくれてるの、親とかはどうなのラップのやってことに。親、これちょっと時代ふんだ、俺。親すか。知ってるでしょ、でも親知ってるでしょ、知ってる。応援はしてくれてると思うっす。 やっぱなんかそこ気まずいっすよねやっぱヒばかなんでひばかなんで踏み込んだ話題はできないそうだよねそっかそっかそっかあんまり話しはしないんだそのお母さんとかお父さんそうそうラップに関してはあんまり話さないっすあそっかそっか曲とか聞いてとかしてんのかなああ最初俺上げてた時はお母さんに LINE 送ってたすあそうなねああ可愛いいめっちゃいいいいやいいやどうああそうだったあそっか最近は送ってないっすけどでもやっぱ何よりも身近な友達とか結構サポートしてくれてるのやっぱ いやあのーまあ、これ、一番最初の俺のラップ本気になったきっかけのストーリーもあってもともと同じ高校だったヒップホップ好きが集まってサイファーとかしてたんですけどそこのサイファーでお前やべえなってすげえ言て、えー、お前は絶対にもっとあのシーンに行った方がいいって言われてはい、はい、そこでやってみようって本気になって、えー、やって。 いた仲間がいなかったら俺今いないと思うすああそうなんだそっかそっかで今やっぱなんかいろいろすれ違いもあったりとか疎遠になっちゃったりとかやっぱ高校も卒業しちゃったんでまあそうだよねあんまり会えてもないんですけどまあやっぱ時々来る頑張れ曲聴いてるよすげえ嬉しいですまあそうだよねやっぱそこなんかそのんかクリエイティブやってる時人たちとかってさやっぱその やっぱその感想とかがやっぱ一番嬉しいじゃんそれはやっぱさぜひぜひさなんかジェフに送ってほしいし俺にも送ってほしい俺にも送ってほしいたくさんしてほしいできればコメントしてほしい DM 来てくれたとかするんよすげえ嬉しいの俺はだからそれとかめっちゃわかるすげえモチベーションになる本当 d m 一本で変わるっすよね変わるよねマジで変わる俺東京でさもうなんかメンタルブレイクみたいになって泣きそうになった時に なんか男の子だったんだけどピンって急に DM 来てどうしたのかなと思ってあげたら愛してます、頑張ってください。それで頑張りますってなって、マジで。その人って多分フォローしたって覚えてくれてるか分かんないけどフォローしたんだけどそうの人のおかげでめっちゃ戦ったってことあるからすげえ分かるよ、その気持ちは。やっぱアーティストも人間ですからねそそううやっぱだよね。だから俺的にはそうなのよ。 こ,のこ,これをやってる理由とかもアーティストは人間っていうことをぜひみんなにしてほしいし人間はしてほしいからやってるからさそうそうってのはあると思うんだよねちなみにさあのジェフの置いてる人がどういう感じなの家族とかその音楽業界とかではないの全く全然関係ないです全然関係ないですただ俺が中学校の時にヒップホップにはまって俺もやりたいっていの始めたそうなんだですえ最初のヒップホップの入り口はどういうアーティストとか曲だったの 本当に YouTube でんだっけななんか YouTuber がラップしてたんですよ。ラップしてて。あなんかラップっていいなってね。もともとなんか俺小学校の頃ダジャレすごい好きだったんですよ。ジャレが好き同じ音の言葉がすごい好き言葉遊びにすげえハマってたんですけど。で、あなんかラップってかっけなって。 で YouTube でラップって検索したら、うん、高校生ラップ選手権が<ー>はい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 、はい、そこだそこからまあバトルヘッズから入ってったっすあやっぱバトルが最初だったんだ、ねはい、バトル最初でしたね、えー、ちなみに好きなバトルラッパーとかいるのバトルラッパーあいや中学校の頃めちゃくちゃ応援してた、はい、ガドロさん ガドロガドロだごめんなさいガドロさん知ってますガドロさんですはい。失礼しましたガドロさん知ってますよガドロさん好きなんだはい。で、まあこれ熱いのがまあ中学校の頃すげえ応援しててめちゃくちゃ好きで大ファンだったんですけどで俺がこうラップしようってラッパーになってステージ立った時に街おこしってわかりますかわかる街おこしのイベントでスペシャルゲストで さんが来てそこで会えたってのがすげえ感動でしたなんかヒップホップドリームだなそうだね感じたすぎるでねおこしに出させていただいて話して写真撮ってあやばいついでいうわっだったなったすうわヒップホップっていいな夢あるなそうだねえで街おこしから最初ライブとかは最初街おこしただわかんない人 わかんない人に説明すると札幌に町おこしっていうイベントが待って俺より多分知ってるわでも町おこしってこと何回かあるんだけどあれはあれもねヒップホップのイベントだもんね基本的にはバトルイベントとかも結構やってるとかしててんですけど基本的にヒップホップのイベントで札幌をえっとベースにしててあのモロゾーンがメインなのかな。モロゾーンっていう なんかアンダーグラウンドのね箱があるんだけど、はい、そこを結構使ってる町おこしっていうイベントはいでそこで初めてライブしたのです<や>実は初めてじゃないです、ね、初めてじゃないんだほんん初めてのライブはあれっすねリビエラ札幌であリビューラなんだ ビビアルってめちゃめちゃ EDM じゃなかったそうっすね。すげえチャラ箱なんですけど。そこがそれで初めて。ポップをね、やっしたゃったのは熱いっすね。熱いで。そっかそっか。で初めての町おこしは、でもやっぱ、ガチで本気になったきっかけは本当町おこしで。あ、そうモロゾーンに初めて立ったのも町おこしなので。はい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 。いつだっけな ?2020 年の11月。はいはいはい。いや、その前に、その主催者の方に。 俺、ストーリーに YouTube の曲上げてたんでそれに反応していただいてそれでその時にやきにこの人、町おこしの主催者だと思ってアピールしなきゃと思って結構熱いこと言ったら11月の町おこし出るって言われてスペシャルゲストイエローバックスと DJ 寮だよって「えいんすかって「出ます!」って言ってマジどうだった一番最初のその町おこしのイブは。 バチバチに刺激受けたす。ああ、そうだその日行きました。その日行って、すごい人が多すぎて、だろうね。見れなかった人う。あふれ返ってたんで。マジやばかったっすね。その時俺、前座で地元のアーティストがライブするんですけど、一部二部って、俺やっぱ出てきたばっかんで、一部の一番手だったんですも。 客がパンパンでもうその中でのライブこれはその札幌のシーンに俺を覚えてもらうチャンスだとぶちかましてやろうと思ってもうめちゃくちゃシャウトしたっすいいね<笑><笑>でその結果、うん、すごいなん,かなんか認めてくださったというか関係者の方々にやばかったよって言って いね今でも覚えてるっすね。あ、そうなんだ。体感的には俺一番かましだす。おー、ですかやせー。かましだす。暑いね。そこから結構いろんなところとかもライブしたりとかしたの町おこしから来て。どういうところでライブしたりとか結構札幌の箱は結構制覇してるかもしれないです。いろんなところに呼んでいただいてありがたいことに。マジこの前室蘭にも行ったし。室蘭行ったのえ、暑い。 いいつぐらい去年ですね、去年の夏に室蘭行って初めて札幌以外でライブしたりしておお<ー>あ,そうあでもまだキングムーとかではやってないですあ、キングムーね、はい、キングムー立ちたいですねキングムー,ー立てば多分制覇ハーセ <laughs> ーハーだ全部セーハしてパンバンバンね。ンってねえちなみにさ今まで立った箱の中でさ一番やばかったなっていう箱とかあったりするあう宴札幌ですか宴札幌だはい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  まあ、あれが一番なんか影響あったかなって感じですね。その宴って基本ナイトイベントじゃないですか。そ,うだね、その時デイイベントでゲストが来てて、えー、そこで前座で地元のアーティスト何人かや,りやれるよって声が来て、はいはい、で出させてもらったんですけど、うんで、そのゲストがめちゃくちゃ今若者に人気、はい、TikTok で大バズりのアーティストが来て。あそううなんだ、はい、もう しかも未成年入場可能なんで高校生だとか若い人たちがずっさり多分500人入ったんじゃないですかなその中でライブをして多分今までで一番キャパ多いライブだったしライブ終わった後にかっこよかったですっていう声もめっちゃ声かけられたりして写真撮ってくださいとか言われて初めてっす <laughs> えマジっすか <laughs> <laughs> 写真求められたっていうのはすげえ印象あります、ね、えー、いいね、うんはい、えやっぱ多分そのアーティストの活動の場所ってすごいいろいろあると思うんだけどやっぱそのライブとかってさやっぱライブ食らったりとかするとさそこで見つけられる人とか俺結構いるからやっぱライブとかって熱いと思うんだけど、はい、やっぱその。 どういうふうな心持ちでライブに行ってんのいつも。なんかライブの前のルーティンとかあったりするライブの前はサウナで整います。サウナで整います。サウナ好きなんだ。サウナ大好きです。うーん。筋トレでサウナしたみたいな。筋トレでサウナすげえな。収録サウナ、あ、じゃあ収録筋トレ、週1サウナみたいな。えー、そうだで、ライブ前は絶対サウナで整って。そっから行くんだ。えてルー、ティいっすねルーティン重要だよね。ルーティン重要だわ。 まあ、これリリックにもしてる。あれ、サウナの、リリック、俺は覚えてないわ。アルバムのリスタートって曲で。サウナで整うライブ前、暑さね男、だいぶ出せ。ちなみに、ここイン全部ミスね。あ、そっか。サウナで整う。はい。いって、しょ、もう一回言って。はい。サウナで整うライブ前、暑さね男、だいぶ出せ。うん。おお、すげえな。熱いっすね。え、ジェフさん、めっちゃ、全部ミのさ、ほぼ多くない。 全部見のそうなんですねなんか陰ま狂っちゃったのか分かんないですけど短いんじゃなんか納得できないんですよはいはいはいヒップホップ TikTok とかの陰じゃもうなんかもう小説で全部踏みてえなって感じやばその上で意味通したらもうめっちゃかっこよくない確かにむちゃむちゃかっこいいこだわりだよねそうっす陰は踏みたいっすね陰なまらかいよね ガガガガチチチチに踏みねそう俺も聞いた時にめっちゃ最初に思ったのはそこなんですよ「イン」がすげえみたいな多分その言われてあ確かに全部みだっていうふうに思うんだけど最初気づかなかったとしてもやっぱその踏んでるからさ聞き心地がなまらいいよそうだから「イン全部みやべえな」みたいなほかに全部みのさおすすめの「イン」とかバースとかないああうんとアルバムの TO1 って曲なんですけどその「ワンバース目」の最後。 公園の少年が公園の少年がボスの MV っていうそれにもいろいろストーリーがあってボスさんわかります<ス>札幌のレジェンドのラップ you know? ザ・ブルーハーブの,<ー>の MV に呼んでいただいてそれも ヒップドリームだなそれをリリックにしようとしたときにやっぱそこのフレーズでやっぱ運とタイミングじゃないですか出会いとかやっぱあのとき高校でヒップホップ好きいなかったらサイファーなんてできてないし夜の縁っていうのはサイファーのことなんですよはいはいはいなど公園のご縁公園のご縁夜の縁作りでそこから公園でラップしてた少年公園の少年が ボスの MV、そういうことか、小さいがれっきヒップホップドリームって感じで、本当になるべきなって自分の流れを作ったっていう、そこはすげえな、s スペ c t いや、すごい、いや、もう本当に俺はね、これ見てるみんなにね、チェーフの曲を聴いてほしい、なまらいいんすよ、本当いい、リリックいいし、銀河系し、深いし、元気になるし。 いやなんかそうとりあえず聞いて皆さんお願いします下に貼ってあるんでリンクとかお願いしますぜひ聞いてくださいマジでお願いしますお願いしますそうかそうかちょっと話変えようかなはいいいっすか好きな食べ物好きな食べ物好きな食べ物すげーターンだ好きな食べ物とかきっと知てるから食事とか気をつけてるのかなってなるからそうそうそう好きな食べ物はなんだろうな油そば大好きっす油そば好きなんだ油そば大好きっすそれ油そばなゃできないんだ 普通のラーメンじゃない。そうっす、油そばっすね。油そば。はい。え、うまいアそブラザボか、あの、札幌にある。チェーン店になるんですけど、タオカっていう油そば。パオカ。はい。ええ、行ったことないの。結構、札幌駅にもあったり。あ、マジはい。まあ、地元の宮野沢にもあるんですけど。はいはいはい。めちゃくちゃうまいっすね。えー。安くて。安くて。学生の味方な値段で。いそういうのが好なんだ。はい。えー、油そばいいね。はい。そっか、そっか。え、ちなみにさ、なんか、札幌、宮野沢地元やん。はい。 でなんか札幌に多分ずっと下札幌だよねずっと札幌っすなんか札幌のなんか多分これ見てる人とかも結構全国の人がやると思うんだけど札幌のおすすめスポットとかあったりするおすすめスポット札幌っすかあーんあーでもえーやば出てこない <laughs> <laughs> 北海道北海は北海道さっき室蘭行ったって話してるからおすすめスポットあ室蘭じゃないですけど全然いいよおすすめスポットはシャコタンおお北海道のシャコタンでまあ温泉あるんですよシャコタンの三崎の言ってるとこあそこのサウナ俺今までの人生一番最高ですすげえ大自然広がっててもうサウナもロウリュウきで何ですかロウリュウっていうのはわかりますロウリュウって サウナストーンに水かけてあ出したあ気温を上げるって感じそっち系はあれで最高に整えるんですよ、えー、もう最高でした本当にえっそれは何自然を見ながらサウナ入れるってこと、えっと、サウナは個室であってで水風呂入って露、はい、天風呂で整う時にはも、ね、海が広がって,てーおお いいね。で横たわれる専用の椅子。うん。やばいっすよ。そ夕方に行けば夕日で。うお夕日見えるかぐら見えますよ。夕日見ながら整えますよ。俺夕日大好きです。夕日一番好き。やまじで。うん。おすすめっすね。えいいね。シャコタンね。シャコタン。シャコタン行きてえな。めっちゃ田舎すけどね。田舎だよね。えどっちの方なの北の方、南の方。いまいち分かってないぞ。北海道の。俺も分かんないです。シャコタンっつったらだって、あの、北海道の。 西じゃない西の方か、うん、西の方だかかそうだね札幌から小樽行ってまっすぐ行ってって感じじゃない小樽こういたところあそっかそっか綺麗、はい、だよね、えー、例えばじゃあ道外とかだったらどっか行きたいとかどこどこでライブしたいとかどこどこ呼ばれたいとかっていうのはあったりしますか道外ですか道外で やっぱ沖縄行きたいすね沖縄沖縄のヒップホップすげえ熱いって聞くっす。はいはいはい。確かに確かに。沖縄のね、見てる人がいたら、ぜひ声かけてください。そうだね。ぜひ行きたいね。沖縄確かに熱いよね。沖縄ってなんか文化あるイメージあるよね。やっぱヒップホップの。やっぱ先輩とかよく行ってるんですけど、やっぱちゃんとシーンがあるみたいですね。はい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 。なるほどね。ガチやべブーツが深いってことっすね。ブーツが深いね。琉球だ。沖縄行きたいな。行ったことない 行ったことないです。あ、はい。でな、なんか、なんか、米軍基地があるのも関係あるのかな。あ、まあ、確かに、それあるかもね。はい、アメリカの文化入りやすいでしょ、だって、多分。そうだよね。うん、そういうのもあると思う、うん、は,はい、はい、はい、はい。確かに。 なななるほどないや沖縄行きたい話で聞いたら本当にもうあのちゃんとラップしてる人じゃないといけないみたいな,、はい、なんか結構、そのシーンもかいらしくって勝手に誰でもこう呼んだりとかはしないらしい,い、えー、ちゃんとパフォーマンスもできてっていうことじゃないと、はい、あそこのシーンではいけないみたいらしくって、はいまあ、そういうところもちゃんとしてるなと思うしうそういうところはやっぱリスペクト込めてなんじゃないかなと。 そうかそうかそれもなんかやっぱいいね、ちゃんとこのヒップホップの文化を守るっていう。札幌のヒップホップシーンについてちょっと聞きたくてさ、札幌のヒップホップシーンってさ、やっぱちょっと、もう少しだと思うんだよね、はははいいいどう思う、そのヒップホップシーンに、バリバリいると思うんだけど、どうですか、感覚。本当にすげえかっこいいラッパーは多いと思うんですよね、すげえかっこいいし、熱い人もいると思うんですけど、なんかちょっと違和感は感じますよね。いいいいそのの違和感正体はちょっとまだ 自分分ででも分かってないすすけど違和感感じます何なんだろうね、うん、それ言ってることちょっと分かる気がする、でも違和感って、うん、何なんだろうね、うん、あれね、もっとできるんじゃないか、そうだよね、うんうん、もっといいんじゃないかっていう、ルーツがあれなのかな、あんまり深くないとかなのかな、<laughs> な何なんだろうね。うん まあ納得はしてないっすね納得もしてないしどっちかというと危機感あるっすね。まゃっい正直言っちなんかやっぱ札幌のシーンで活躍してそれこそやっぱ活躍するところっつったらやっぱこう大きい町とか東京とか町系だと思うんですけど、うん、でもやっぱ札幌でこっちで活躍してここでレップしてっていうかなんかやっぱ日本全国にこの名前を残してでプラス札幌ってこうレップしてるっていう。 のがやっぱ少ないのか,もしれな,いかなっていうあか確かにあの、まあ、全部と比べたらの話ですけどうん,うん、うん、そうだよね、うん、なんか東京とか行ったらなんか札幌の名前出さないアーティストとかも結構だって札幌出身のアーティストはいるやんい、うん、絶対いるやんでもやっぱ札幌のことレップしないよねあんまりねしないっすね、うん、それってなんでなんだろうね 何か街行って田舎だとかって言われるのが嫌だとか田舎者扱いそんなことないと思うんですけどもそんなことないと思うんですけどし札幌めっちゃ都会じゃないそうすねまあ都会の方ですねだよねなんかちょうどいいバランス確かに 1時間ぐらいしたら海にも行けるし、確かに確かに。でも結構やっぱ道外から来る人たちもやっぱ札幌、北海道好きになってくれますよね。はい。でもそういう意味じ街から一人立ち上がれば全員の過去に価値がつくんで。確かに本当そうですわ。頑張ってください。頑張ろう。みんなで頑張ろう。みんなで頑張ろう。なでろいいね。いや、でもそうだよね。札幌え上げたいね。はい。あ、でもやっぱ同じような。うん。 人が多いイメージあるっす。ああ、同じような人が多い。ああ、そのあんなのでね。そうそうそう。見てて思います。でもだから他と違うことをしたいなっていう考えが芽生えです。そういうことか。はい。なるほどね。やっぱちょっと遅いからなんかそのわわでもこんなこと言ったらめっちゃ入ってくる気がするけど、でその真似事の真似事がなんかぼい見上がる。はい。そのアメリカのやばいかそれやばい。 <laughs> いやまあいいんじゃないいいっか。そうじゃん。だって全てのものにおいてさ、全部真似じゃんから、うん。全部真似なんだけど、そのアメリカンヒップホップのを持ってきてる人たちはある程度いるわけやん、東京とかにもさ。うん、それで売れてる人もいるわけやん。うん、でそれを真似してるから、さらに。その真似の真似だから。 なんかそのなんかオリジナリティのトイストがあるとかじゃなく、うん、とりあえず真似したやつとそのままマネしようとしてる人がなんかいっぱい多いのかなって、うん、別にマネすることは別に悪くないんだけれども、うん、そこにやっぱ自分の色とかスパイスとか、やっぱ自分のその個性的なところを入れてほ、うん、くれればやっぱそれもいいじゃん。うん、そうだね。うん、本当そうだと思う。うん。うん、それをそうあんませずに。うん なんかちょっと自分のオリジナルのようにこう出してるとちょっとえってな感じで。そう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 。なんかそうだね。なんかそういうのが多いのかなってちょっと思うかもしれん。うん。ね。なんとなくそういうイメージあるよね。はい。札幌の中でね。うん。ちなみにさ、これからこのジェフ・ギャラヒとして、アーティストとして、いろんな目標があると思うんだけど、なんか短期目標。はいはいはい。ここ1、2年とかの目標あったりする。短期目標は あワンマンマやりたいっすおーいいね。いワンマンいいじゃん。はい、んワンマンで埋めたいですね。どんぐらい埋めたい一応、俺の夢なんですけど、うん、地元宮野沢にチエリアホールっていうと、うん、ころがあるんですけど、そこキャパ400人のステージで。うん そこで地元のみんな呼んでライブしたいです。暑いね、行きます。いいね、いいね。ぜひそれ楽しみやね。はい、そっかそっか。じゃあ、長期的にさアーティストとしての目標とかあるのいや、結構あるっすね。やっぱ、なんだろう、やっぱ俺が今ここにいるのもみんなのおかげだし、そのこんな俺にも、関わってくれてる人のためにもちゃんと売れて、みんなに恩返ししたいです。そこで みんなに恩返しした上でこの町を抜け出したいです。ああ、なるほどね。はい、そ,うそうか、そうか。ちなみに、ジェフ的には、ね、売れたっていう定義はどこにあるの、うん、ああ、なんだろうな。むずいと思う、うんだけどさ。やっぱ、まあ、数字の話になっちゃうんですけど、うんまあ、数字も安定して、うん、結構知名度も。 全国的にあったら売れたんじゃないですか。そうか、そうか。え、で、それで恩返しをした上で抜け出すってことだけど、じゃあ、札幌じゃないところに住みたいなと思ってるんだ。あ、そうですね。物理的じゃなくて、あそういうこと。もう、なんだろう。札幌だけにはとどまってるアーティストじゃねえぞってことですね。全国的なアーティストになりたい。そういうことか。そういうことね。全国で名前知られて、全国で売りたいってことだ。なるほど、なるほど。いいっすね、いいっすね。そっか、そっか。じゃあ、これからのジェフィアラ駅の。 活躍にね、はい、期待してぜひぜひ皆さんね、今回、ジェフやらきとアイザック、この2人で撮ったミュージックビデオ、ラストレーター、公開されてますんでね、下のリンクからぜひ見てもらって、まあ、そこからね、多分ジェフのいろんな曲とかも聴けると思うんでね、あのー、下の方に貼っておくので、アルバムからシングルから、いろいろ聴いてもらってね、ぜひこれからね、あのジェフの活動もね、 サポートしてくれたなと思いますのでね、本当に今日は本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ノりもありがとうございました。こちらこそありがとうございます。ということで、また次回のエピソードでお会いしましょう。ピース,ピースありがとうございます。